ジョーア・ブレイはアメリカ合衆国のカリフォルニア州出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。第二次世界大戦の間にはアメリカ海軍に勤めていた。両親は1906年にポルトガルから移住し、オークランドで1913年5月24日に9人兄弟の6番目に生まれた。また、兄弟のうち3人はプロボクサーである。1934年に マクリモンズ高校に進学。その後、卒業する。地元のアメリカ軍隊野球チームのコーチも務めた。1935年の夏は、サンフランシスコで酒の卸売会社で、修繕工員として過ごした。その夏に、バークレートシリーグの中央銀行のチームで、セミプロで野球をしていたところ、メジャーのたくさんのスカウトに注目された。1936年に、 ニューヨークヤンキース参加のヤキマピピンズで打率396に乗せノースウェストリーグでチームが勝利することへの貢献をした次のシーズンにはスポケーンホークスからオークランドオークスへ移籍したホークスでは91試合で打率324232塁打123塁打4本塁打を残したオークスでは19試合で打率 148、12 14塁打、13塁打だった。1938年はシーズンの全体をオークスで過ごした。167試合で打率、299、282塁打、43塁打、11本塁打を残した。1939年のシーズンもオークスで過ごし、140試合で打率、288、142塁打、93塁打。 4本塁打を残した。1940年はテキサスリーグのフォートワースキャッツでプレーし、158試合で打率、250、272塁打、63塁打、10本塁打を残した。1941年の当初はキャッツで13試合で打率、235、33塁打を残した。 その後、シカゴカブスの組織のミルウォーキーブルワーズでシーズンの半分を過ごし、100試合で打率。284、12二塁打、23塁打、11本塁打を残した。1942年、ブルワーズのスプリングトレーニングに参加した時に、ロサンゼルス・エンゼルスに自分が移籍したことを電報で知った。一週間後、バーミングハム・バロンズへ移籍した。移籍後、 メジャーリーグに初めて新シシナキレッツで昇格した。メジャー初試合はピッツバーグパイレッツとの試合で1942年4月23日だった。次の出場試合ではレフティウィルキーから初本塁打を打つ。レッツでは9試合に出場し、打率214、12塁打、1本塁打を残した。1942年7月16日にレッツは ヤンキースとフランキー・ケラハとのトレードでジム・ターナーと一緒にヤンキースへ移籍した。ヤンキース参加のニューワーク・ベアーズでプレーし30試合で打率236、42塁打、13塁打を残した。第二次世界大戦1943年にアメリカ海軍で勤務が始まった。第二次世界大戦で彼が勤務している間、 カリフォルニアのリバモア海軍航空基地で駐留していた。勤務している時も軍の野球を続け、オールスターに選ばれた。さらに夏と冬のリーグのアラメダのゴールドグローズでもプレーした。リバモア海軍航空基地で年下の保守のレイ・レマノにも指導をしていて、その時一緒にプレーしていたメジャーリーガーにビル・リグニー、クッキー・ラ・バゲットとレース・カボローがいる。 第二次世界大戦が終結した後、プロ野球の世界に戻った。1946年から、ウェルスビルヤンキースで選手権任監督を始めた。この年は106試合で打率。352、24二塁打、1三塁打、21本塁打を残した。その後のシーズンで無条件に放出された。次のシーズンの1947年に、 ジョージア・アラバマリーグのニューナン・ブラウニーズから、オハイオ州リーグのデートン・インディアンスへ移籍した。ブラウニーズでも選手兼任監督をしていて、104試合で打率、290、28、2塁打、2、3塁打、8本塁打を残した。デートンとの契約中には、25試合で打率、228、3、2塁打、1、3塁打、1本塁打を残した。 プロ野球選手として最後にプレーしたのは、フロリダ国際リーグのタンパスモーカーズで選手兼任監督をした。25試合で打率、265、7二塁打、1本塁打を残した。プロ野球選手としてのキャリアを終えた後は、プロから出ていく前に一つのチームの監督をした。1949年には1年で4人が監督をした、サンターローザキャッツの監督の一人だった。 故郷のオークランドへ帰りたい意思もあったので、ンパから放出されるように頼んだ。その後、カリフォルニアに戻りブッシュロットウィンターリーグのペナントで、オークランドのセミプロのガイズドラッグスでプレーした。1950年代半ばの間に、海軍補給中央の南式野球チームでプレーし、エリア内の場所の野球教室にも関わった。 アブレイユは1993年5月17日に79歳でヘイワードで亡くなった。シアトルのエバーグリーンはシェリ墓地に埋葬された。1939年1月4日にベレニス・マーシャルと結婚した。技術の熱狂者であり、自身もアマチュアの技術者であった。デトロイト・タイガースやオークランド・アスレチックスの投手であり、プロの技術者であったカール・ザム・ムロックが高校で、 記述賞を上演した後、彼に関心を高めた。レッツと契約中に400カードの記述を知ったと主張し、全米記述協会の一員だった。ありがとうございます。